東北初の小中一貫の不登校特例校で入学式が行われました。白石南小学校、白石南中学校、通称白石希望学園は白石市が整備したもので、小中一貫の不登校特例校としては東北で初めてです。今年度は小学生2人と中学生17人の合わせて19人が学びます。今日は中学校の入学式が行われ、吾妻里美校長が式辞を述べました。急がず、失敗も当たり前、自分のペースでじっくりゆっくり学んでいきましょう。学校では授業中に教室外での休憩を認めたり、学び直しの時間を設けたりするなど、子ども一人一人の実情に配慮した柔軟な授業を行います。